次やりたい人ちょっとごめん、かぶってごめんけど、つい先日あの4歳の息子を連れて、あの僕らがやってる大阪のライブハウスに来たんですよ。ライブをしにね。で息子の歌を歌いたい言い出して、息子のために作った曲を歌って、すごいみんななんか感動してたんです。感動しててさあっていうところで泣き出したあ、もう俺歌われへんよね。いいよ、感極まったんだよね。ね、あの全部歌詞カード書いてあるのに、そこだけあまりになんていうの、心こもれすぎるから、歌詞にできない言葉を行間にしたためてたのに、でもお客さんが言ってたよ、いやすごい感動して泣きそうになったけど一瞬で引いた一瞬で引いた引いたじゃない、泣きそうになってたのに私が泣きたかったのに、うん、先に焼かれたら置いてかれた。そりゃあるわな、なんであっこで泣くのあもう無理言うて関係はそういうのないですか。ごめん、ないわ。今まで一回もないぞ。おかしな話ですね。ない、全然ない。あれ、そこはどう思ったんですか。帰り際に僕に向かって、うん、なかなか言わないことを言ったんですよ。パパ、パパ、僕、僕、ここ好き好き好きやったんや。親子やね。次の締めはどうするんですか。あ、じゃあ決めて。別にお客さんでもいいよ、もうこの際。だってね、あの、はい、いずれ出てくると思うんですけど、はい、あの、5曲連続でやる人がいるんですけど、5曲連続でメドレーに行く人がいるんですけど、その方の演奏時間はなんと7分。でその方に今からやっていただくことになるんだけど、やってみましょうか。そうですね、今日を象徴してるかもしれない。そうですね。